奈良トヨタで新型クラウンスポーツの記者発表などが今日行われました。伝統を受け継ぎつつ日本から世界へ進出する新たなブランドとして誕生したのが新型クラウンスポーツです。20代のデザイナーが手掛けた車体の後方が大きく張り出した造形が特徴です。美しいデザインと楽しい走りを追求したといい、奈良トヨタではハイブリッド車の発売を来月頃に予定しています。本当に若い方にも楽しんでいただける、そういう車に変わったんじゃないかなと思います。また奈良トヨタではスタッフの技術継承や向上などを目的に名車を復活させる、いわゆるレストアに取り組んでいて、今日はレストアが完了したコムスがお披露目されました。